皆さんの味方、弁護士のビロです。さて、今日は、破産管財人のお仕事について、破産をする人の側に立って説明をしていきたいと思います。自己破産で一番怖いことって、財産がなくなるってことなんじゃないんでしょうか。生活できなくなること、すごい怖いですよね。相談者さんからも、破産管財人の先生に全部取られちゃうんじゃないの？破産すると本当に生活できないんじゃないの？と言われる方、非常に多いです。でも、皆さんネットでも何でもいいんで調べてみてください。破産しました。生活できなくなりました。って方、いました？少なくとも私の依頼者の中では誰もいませんでした。むしろ、破産によって借金はなくなりますし、生活自体は改善されています。じゃあ、怖いと思われている破産管財人の先生、一体何をしているのか、わかんないなーって方、多いと思います。そこで今回は、破産管財人のお仕事について説明をしていきたいと思います。ただし、法律的にどうだとかなんだとか、そういう話はなるべくしないようにします。破産をする人、借金整理をしたい人に向けて説明をしていきたいと思います。これを見ればまた一つ、破産や借金整理、怖くなくなるんじゃないかなというふうに思っています。以前の動画でも借金整理怖くないという動画アップさせていただきましたので、そちらもぜひ概要欄の方からご覧になってください。では、行きましょう。まず、破産管財人とは一体何なの？というところに答えていきたいと思います。簡単に言うと、皆さんの財産状況を調査するために、裁判所から選ばれた弁護士、これを破産管財人と言います。皆さん、破産管財人が皆さんの財産を全部持っていっちゃうんじゃないかというふうにお思いの方もいらっしゃるかと思いますが、それは違います。今からお話しすることをちゃんと聞けば、ああ、破産管財人ってこういうことするんだ。ああ、なるほど。やっぱり破産は全然怖くないよ。というふうに思っていただけるんじゃないかなというふうに思います。では、次に破産管財人がやることについて説明をしていきます。法律的な事項については語らないようにしますので、破産者の立場に立って説明をしていきます。まずですね、皆さんが破産の申し立てをして、裁判所が、これは管財事件、例えば少額管財で進みますというふうに決めると、裁判所が管財人候補の先生に連絡を取って、先生、管財人になっていただけますかというふうに、就任の打診をするというところが、まず第一のスタートラインになります。そして、選ばれそうになっている先生から、実はもうすぐに申し立てをした後に我々の方に電話が来るんですね。私が破産管財人として就任予定の誰々ですと。一度、打ち合わせに来ていただけませんか？そうなんです。まず、最初に破産管財人の先生がやることは、申し立てをした破産者さん本人と我々弁護士との三者面談をやることが、まず第一のお仕事ということになります。さて、打ち合わせの状況としては、破産管財人の弁護士の先生の事務所に行って、我々と依頼者である破産者さん2人で行くことになります。大体打ち合わせの時間1時間ぐらいなんですけれども、そこで一体何を聞かれるかっていうと、例えば口座のここの部分、一体これは誰に当てたものなんですか？目的は何なんですか？というところを細かくツッコミを入れてきます。もちろん、我々の方できちんと調査はしていますので、そういったところの調査が終えていれば質問は少なくて済むということになります。細かい調査に関しては、先ほど申し上げた預金もありますし、例えば生命保険もあったり、車の事故で起きた保険金の支払い、こういったところもきちんと確認をされていくことになります。そして、場合によっては皆さん、家計の状況、家計簿ですね、こういったところも提出しなければなりません。これ、なぜ提出しなければならないかというと、皆さんは破産者になった後に収支がマイナスになっていたらどうなると思います？そうなんです。破産をした後もまた借金を重ねてしまう恐れがある。だからこそ、今の状況で収支がプラスになっていることをきちんと皆さんが証明をしなければならないという状況にあります。そのために家計の状況、つまり家計簿を破産管財人の先生に報告する必要があるということなんですね。さらにもう一つやらなければならないことがあります。それはこれよくあることなんですけれども、反省してくださいということなんですね。借金を重ねて破産をしてしまったことに関してはもちろんいろいろ皆さん理由はあるかと思います。しかし債権者の方々に泣いてもらうということなので、それはそれなりに皆さんも反省をしていただく必要があります。そうすると破産管財人の先生、こういう風に言ってきます。とりあえず、反省文ぐらいは書いてくださいね。例えばですね、どういった内容を書くかというと、かっかくしかじか、こういうことで私は破産してしまいました。これからこういったことを気をつけますので、以後ないようにいたします。どうぞ、簡単な処分をお願いいたします。もちろん、もっと長文にはなるんですけれども、こういった内容の反省文を書くことになります。この反省文は最終的に、管財人を通して裁判所にも届けられることになります。こういった事情を考慮して、裁判所は皆さんの借金をゼロにするかどうかを決めています。さて、もう一つ、優しい先生ですと、この後にどうなるか、大体この方は破産認めますよというのも、暗に教えてくれたりするパターンもあります。皆さんが破産を申し立てた後に心配なのは、本当に破産降りるかな、大丈夫かな、自分の借金ゼロになるかなというところが一番心配かなというふうに思うんですけれども、そこは大丈夫。ちゃんと破産管財人の先生が教えてくれます。では、破産管財人の先生との対応で気をつけなければならないポイントって何でしょう？破産管財人の先生から好かれるには一番大事なこと、それは破産の申し立て前にきちんと皆さんが準備をすることです。きちんと準備をしておかないと、破産管財人の先生の手を煩わせてしまうことになります。それは調査をしていないということは、何かを隠してるんじゃないかというふうに思われてしまうんですね。ここできちんと調査をして全てを明らかにしておくことで、この方は大丈夫そうだなというふうに管財人や裁判所に思っていただくこと、非常に大事です。そしてもう一つ覚えていただきたいのは、破産管財人の先生、別に皆さんをいじめたくてやっているわけではありません。彼らは裁判所から指名を受けてきちんと仕事をしなければならない、信用を維持しなければならないという立場にあります。だからこそ我々はその業務がつつがなく行われることを協力してあげる必要があるということになります。そしてもう一点、最近管財人の先生と私よくやり取りをさせていただくんですけれども、よく聞く悩みが一つだけあります。それ何だと思いますか？実は管財人の先生からよく聞く悩みはたった一つで、調査が甘すぎて本当に大変ですというパターンなんです。どういうことか、いろんな事務所さんいらっしゃると思います。調査を甘い状況でとりあえず裁判所に提出するっていう事務所もいるんです。でもそれ絶対にやめてください。やめてくださいというより、皆さんがきちんと調査をするように働きかけてください。管財人の先生の仕事を増やすだけだと皆さん不利になるだけです。絶対にやめてください。もう一つ、破産管財人の先生から必ず伝えられることがあります。それは、郵便物が管財人の事務所に届きますよというふうに伝えられます。これどういうことか、破産の申し立てで管財の手続きが始まると、皆さんの家に届く郵便物全て管財人の事務所に届くことになります。どうしてか分かりますか？これはですね、皆さんが財産隠しなどをしていないかをチェックするという目的があるというふうに覚えておいてもらえれば OK です。ちなみにこの郵便の転送いつになったら終わるのかということなんですけれども、大体皆さんが債権者集会終わって面積の審議が終わった後には、郵便も皆さんのご自宅に届くようになるかと思います。なので通常の手続きであれば大体 2,3 ヶ月程度は皆さんの手元に郵便が届かなくなるので、基本的に管財の事務所に取りに行くか、管財人の先生からゆうパックや宅配便などで届けてもらうことになります。それでは次に、裁判所で管財人の先生がやってくださることについて説明をしていきたいと思います。まず、管財人の先生は皆さんの破産管財業務を行ったその結果を報告することになります。次にここからが重要です。面積に関する意見を出していただきます。実はですね、事前に裁判所と協議をしていますので、ここの結果というのはほぼほぼ決まっています。よほどこちらが調査をしていないとか、嘘をついてるとか、説明不足だったとか、そういうようなことがない限り、基本的に面積、つまり借金がゼロになることは大丈夫だと思っていただいて結構です。そして面積の期日が終わった後、だいたい1週間から2週間程度で面積の決定が出るということになります。ここまでが簡単な管財人の先生の業務について説明をさせていただきました。最後に管財人の先生に対する対応の仕方について少しまとめておきたいと思います。まず覚えておいていただきたいのが、敵ではないということです。敵ではない以上、協力をしてあげることが重要です。つまり誠実に自分のことを説明する必要もありますし、嘘をつくなんてのはもってのほかです。実際嘘をついてしまうと面積不許可事由に当たることもありますので、注意をしてください。もちろん今言った事項を注意していただきたいと思うんですけれども、それ以上に今日口酸っぱく言っていることありますよね。申し立て前の準備をきちんとしていただく、これが本当に重要になってきます。裁判所も誠実な皆さんであればちゃんとゼロにしてあげたいというふうに思っています。管財人の先生も同様です。ぜひ皆さんの謙虚かつ誠実な姿勢が破産の手続きに臨まれているということを覚えておいてもらえれば、今日は OK かなと思います。さて皆さんいかがだったでしょうか。今日は破産管財人のお仕事について簡単にご説明をさせていただきました。もしこの動画を見て、私も借金整理したい、自分の借金どうにかしたいというふうに思っている方がいらっしゃいましたら、概要欄の LINE アットの方から相談することができます。 LINE アットからは簡単にご相談することができるようになっていますので、ぜひご登録の方よろしくお願いいたします。また今日の動画面白い、いいねと思った方はチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。コメントの方毎回ありがとうございます。一つ一つできる限り返していきたいと思いますので、少しお待ちください。そして弁護士 B のは短いショートの動画では皆さんのためになる楽しい動画を、こちらの長い動画では少しかっちりはしていますけれども、皆さんの知識、知恵になる動画をアップさせていただいております。これからも皆さんの有益になる動画をアップしていきます。10分程度の動画は毎週土曜日か日曜日にアップさせていただいております。またショートの動画については平日および土日のいずれかアップさせていただいておりますので、ぜひそちらもご覧ください。以上、今日は破産管財人のお仕事について説明させていただきました。誠実な対応、事前のきちんとした準備、これを意識してください。以上、皆さんの味方弁護士のB野でした。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。